あのまずあのベストセラーの秘訣って言うんですか、はいはい、そうですね、まあ、やっぱり僕、簡単に言うと、本当になんか売れる人とやるっていう、ね、もうただそれだけだと思って、ねね、いやその売れる人っていうのは、最初から売れてる人じゃないですよね、そ,うですねその時はそんなに、ね、売れてないのに、長倉さんがこの人と思って見つけてですよね、はいはい、そどの辺で売れる人って分かるんですか。 そうですねやっぱりその、まあ、僕の場合、売れる人とやるって言ってもまだ売れてない人なんですね、今おっしゃっていただいたように、はいはい、もうすでに売れてる人のところにこうあんまり行っても、あんまり売れないっていうのはあの結構、マーケット見てればわかるんですけど、それすすごいですねででその時にやっぱり何が売れるかって言うと、やっぱり、まあ、本出してる人にしろ出してない人にしろ、やっぱコアなファンを持ってるかっていうのが結構重要かなと思ってます。はい 数じゃなくてコアな、ね、ファンを少しでもたくさん持ってる、えーまあ、たくさん持ってるに越したことないんですけど、えー、コアなファンがいるかどうかっていうのが一番重要で、まあ、コアなファンがいるってことは、まあ、内容的にかなり面白いものを出してると思うんですね、その人が。えー、で、それを、まあ、僕の場合はメジャーなというか、大きなマーケットに持っていくっていうだけなんで、もともとその人がやってることをちょっと、えー、例えば僕だとビジネス書のジャンルにこう、えー、落とし込んでいくっていうだけなんで。えーえー 本当に僕は、まあ、大したことやってないというか、まあ、売れる人とやるっていうのをまあ徹底的になってるわけですよね <laughs> あすごいですね,あのね、僕もいろんな出版社あの、付き合いがあったんですけども、あの逆に、まあ、あのちょっと売れてる人のところにみんな集まるんですよね、リスクがないんで、その人に頼んだらまあそこそこ売れるだろうっていう、はい、全く逆に言ってるわけですよね。はい あの今までの,あのお付き合いの中で、あの長倉さんがこ,うこの人だと思って、はい、で、まああのえー、売り出した作家っていうんですか、はい、どんな方いらっしゃいますまあ、そうですね、やっぱ石井宏之さんとか、はい、あとは川口千人さんとかが、はい、そのあとはやっぱり、何百万部とかってあの、ね、本を出してたと思うんですよね。その辺は、やっぱ、最初からやっぱある程度自信はあったんですとしたっだきちりた それをやっぱりビジネス書っていう結構大きなマーケットに行、はいまあ、けば絶対行けるんじゃないかなと思ったらやっぱりうんかなり行けたっていうことですね。そうですよねしかもその同じ作家の本をだから次々といろんな角度からこう才能を引,引き出してこう本にされてるっていうか、はい、あのたりもすごいなと思ったんですけどもそうですね、まあ、やるからには僕の中でやっぱ本一冊ってより長期的にその著者自身が、うん のブランディングっていうとちょっと、まあ、偉そうになっちゃうんですけど、はい、まあそういう長期的な付き合いの中で著者自身が有名になっていけば、うん、まあ本もどんどん売れていくっていうのは分かってたんで、うん、まあだから本当に一冊で終わらず次はだったらこういう本出す次だったらこういう本出すっていうのを考えながら、えー、やっぱ一緒にやられたかなと思います。はい、あの実際出版社を まあ、お辞めになって、はい、新しい出版社を立ち上げる時に、はい、そういった、ね、あの本当に著名な作家みんなこうあの後押しをしてるというか、はい、あれも本当すすごいですよね、うん、まあそれは本当に皆さんの、ね、おかげでほん本当に僕はそこだけは本当にラッキーだなと思っててでだから本当に後の10年というのは本当に、ね、恩返ししていかなきゃなとは思ってますけども。ねはい